だからそう考えるとちょっとやばいんじゃないかと思っちゃうよね <laughs> <laughs> 自分に置き換えたんだ <laughs> ゼレンスキー大統領って太田さんが首相になったようなもんですよねもうコメディアンだからねあの人ね,あねえ、うん、だからそう考えると ちょっとやばいんじゃないかと思っちゃうよ <laughs> 自分に置き換えたら <laughs> 僕ちょっと見ましたもんいや僕も見ましたよあのゼレンスキーの主演のコメディ映画があってそれは本当に大統領になりあ役なのよ、えー、そしたら本当に自分が大統領になっちゃう。それで人気が出てそれで大統領になっちゃったそれが理由なんですそう。うん、ただのなんか学校の先生だった人がいきなり1位空けたら ね政治のドロドロに巻き込まれて大統領になってましたみたいな、うん、そしたら自分が本当に大統領になって世界的に有名になっちゃったってよく分かんない、うんうん、太田さんやっぱそちらの視点から見ることもありますかやっぱゼレンスキーが、うん、さっきやばいなっていいうやもちろんだからそれはもうあの、うん、善悪なんてどっちがどっちって、はい、俺は言えないからね、うん、ゼレンスキーのドラマはネットフリックスかなんかでやっあ,、うん、あったから、はい、何話か途中まで見たんだけど、うん まあ言ってみればあの時点でのゼレンスキー演じる大統領っていうのはものすごく無垢な理想論というかね理想主義者だよねあれね。で要するに腐敗した政治を全部こう切っていくっていうそういう中でやってるんだけどだあのまんまだったらおそらくあのウクライナって国はもしかしたらあの。 支持率は下がってっていったかもしれないよねゼレンスキー大統領ってのは何もこの紛争がない状態だけどでもこうなった時にやっぱあそこまでこう何て言うのかな自分の命を懸けてまで正義のために戦うみたいなイメージがもう世界中に広がってだからまあ歴史に名を残すような人になっちゃったんだなっていうのは思うけど。 そういう意味ではすごくバーチャルとその現実っていうのがやっぱり今の時代それが映画のように我々が見れちゃうからそこに感情移入できちゃうからそうやってこうカリスマを作っていけちゃうっていう部分は感じますねでも本当にあれが作ったカリスマだと思いますよね。そフィクションとと現実の境目がちょっっかりづらくなっている むしろこういう有事の方が彼のそういうパーソナリティが生きたとも言えるわけですもんねまあだからね本当の政治家っていうリーダーっていうのはどういう気持ちで動いてるのかっていうのは分からないからねだけどやっぱりコメディアンであるっていう部分、うん、パフォーマンスであるっていう部分も十分含まれてるわけだから。うんうん 彼のカリスマ。いってそうですよね。トランプ元大統領だって一緒ですよね。うんうん、そ,うそうですよね。うん、あの人ユアファイヤードの人です、ね。そうですね。そうやってこうカリスマを作っていけちゃうっていう部分は感じますね。